今ツアーから戻りました。時間はですね、所要時間大体約2時間でした。まあ、時間的にはですね、私体調もまだ全開ではありませんので、まあ これぐらいでよかったかなと、まあ、一般的にちょっと時間的には短かったような気はするのですけども、まあ、そこはですね、あえて、どうのこうのではなくてですね、まあ、これでよしということにして、今から食事に行こうと思います。すごい、さっきの雨でもあんだけの雨でもこうなっちゃうの、道路が冠水してます。うわお、さっきここ通ったとこじゃん私。お前がすごいな。まあ、先ほど無人島で、スコールに会いました。その雨がですね、今ここの、冠水している状況だと思います。今私が歩いているところがですね、ゼネラルルナの、まあ、中心地になります。これから食事に出かけようと思いますし、今探しております。ここがですね、小学校みたいですね。エレメンタリースクールと書いてありますので、ここがどうも小学校、ゼネラルルナの小学校になります。さあ、これから、食事取るんですけど、まあ、適当にですね、歩いて探そうかなと思っているんですけど、もう一つですね、大事な仕事がありまして、航空券をですね、帰りの航空券をちょっとなんとか手配しないといけないものですから、今から探すところです。ここは、市場になります。すぐ隣がですね、ビーチになっております。新鮮な食材を買ってですね、ホテルの部屋で食べようかなとは思ったりもしたんですが、やっぱりですね、ちょっと見るだけにしまして、飛行機のエアチケットもなんとかしないといけないものですから、この辺でまず食事をとってですね、多分この辺りに旅行代理店かなんかあるんじゃないかなと思いますので、探してみようと思います。マーケットね。今から昼食を取ります。フィリピンスタイルとしまして、こういった、バイキング形式、よく、まあ、どこにもあるようなスタイルなんですけども、ここにですね、好きな、食材を自分で選んでですね、食べることができるお店です。This one. This one. This one. You eat her? And rice, rice. You eat her? Yeah, eat. Okay, yes, how yes. many rice? One. ほとんど見た目だけで、食材を選んでおります。Excuse me. Yes. Do you know a travel agency? What? Travel agency. Agency? Travel. Traveler. I want an air ticket. Traveler. Where to go? Okay. How many traveler is this highway? Traveler agency. This is my Palawan. Traveler. Around here. Yes. You have motor? ま、とりあえず、食事だけを済ませて、これから考えることにします。ケチャップ please. Oh, thank you.
頼りになるのは、トライシクルのお兄さんですね。彼を止めてですね、場所を教えてもらい、今あそこに向かうところです。旅行代理店といっても、ここは普通の一般の民家になります。住宅の中のですね、一角ですけど、これはですね、やっぱりトライシクルの人じゃないとわからないと思います。 The same? Yes, 7,690. Really? Yeah. Oh my god. Shall we go? Yeah. 4 p.m.Okay. Really? But the direct flight is 8,700. Yeah. 8,700 the direct flight. Directo? Yes. Direct to 7,000 direct, non-directo? 7,000 is connecting. Connecting? Yes. Where? In Cebu. Cebu. Cebu to, Asiago to Cebu, then Cebu to Manila. Really? But tomorrow... Direct how much?Direct tomorrow is 8,700. Same also 10,000. Same. Same the Thursday. 10,000? Yeah. Oh my god. Very expensive. Okay.Thank you. I have now no money now. Oh, okay. Thank you. Thank you. Let's go. Is your only one British reserve? Yeah. Is your only one British reserve? Yeah. Is your only one?Yeah, yeah. Oh my. How many days in vacation? 3 days. 3 days? Yeah. Yesterday arrived. 結局、エアチケットはですね、1万ペソ、日本円で2万円以上しました。ですので、とりあえず部屋に戻ってですね、ネットで検索してみようかなと思います。それにしてもですね、ここの旅行代理店、本当に民家の中のですね、本当の、まあ、アルバイト的にやってるような、フィリピン人女性がいたんですけど、あそこはですね、まあ、人に聞いて初めて分かったのであって、ああいう代理店はですね、あのネットで探すことはまず難しいんじゃないかなと思います。トライシクルのお兄さんに聞いたところによると、このゼネラルルナという街でですね、エアチケットが買えるところはあそこだけと聞いております。まあそれにしましてもですね、これだけの街ですので、探せばあるかもしれません。でもまあ今回のトライシクルのお兄さんは、そういう意見だったものですから、これで、まあ、諦めます。あ、もしもし、あ、どうだった？うん。あ、いいよ、それで取っといて、じゃあ。うん。シャリ川発マニラね。うん。それで直行便でいい。あの、セブ経由ダメダメ。うん。ほんじゃ、はいはい。あ、もしもし？うん。あ、シャリ、あ、もしもし。ね、木曜日の、夕方3時半ぐらいだと思うから、それでシャリ顔発、マニラ行きね、直行便で。セブ経由はダメだからね。うん。時間かかるから。うん。その日のうちにマニラ入らないといけないから、私。うん。うん。うん、うん、そう。いいよ、それで。うん。うん。ほんじゃ、お願いします。はいはい。今日、明日と、こちらに滞在、今日一泊しましてですね、明日も一泊して、昨日、
木曜日朝、ここを立ちます、シャリガオ空港から、マニラ行きに乗って直行便で、帰る予定です。G メール？あ、本当に、ほん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 。わかっ、ほんでさ、あのなんかパスワードがどうのこうのって出てこんかったな、それ今やってるとき出てこんかったな。あ、取れるの？あ、本当に俺の ID のやつ使うともっと安くなるとかそういうのないかな。あ、そういうことか。じゃあ俺近所のね、こちらの旅行代理店行ったらね、2万円するって言われたんで、やめて今毎日頼んだらやっぱり値段変わらんわ。一緒だわ、そっちで取ってもな、うん、でもよかったわ、うん、これで、うん、ほんじゃあメール見やんね、俺ね、うん、ほんでそれを、うん、ほんでそれを何、俺あの写真撮って空港でそれ見せりゃいいんでしょ、モニターを。印刷なんかできへんもんさ、こっちにおるんだよね、うん、そうだよね、そうだよね、うん、うん、分かった、助かった、ありがとう、本当、うん、じゃあ、うん、はいはい。